コキュートスいったコキュートス行きました、どうも皆さん、リュウです。さあ本日なんですけれども、リミットレギュレーションの適用が発表になりまして、本日11月の30日、のお知らせにてね、適用になりますと。でですね、皆さん、私何度も言ってましたよね、リンクスのガンであると。このモンスターはリンクスのガンであると何度も言ってきましたが、ついにコキュートスが禁止となりました一個言っていいですか。遅すぎるだろ、遅すぎるだろ、どう考えても。なんか半年以上早く禁止になってよかったぞ、このモンスターは。まあ内容もね、本日も皆さんと一緒に見ていきながら、まあ、くっちゃべっていこうかなと、好き勝手くっちゃべっていこうかなと思うんですが、今回のですね、規制、まあいろいろあるんですよ、こんだけあるんですけども、全体を通して規制分が、あまりふざけてなくて真面目なんですよ。例えばコキュートス、このカードの攻略難易度の高さによりデッキ選択の余地が狭くなっているため禁止しますとか、まあ、すげえ真面目なんですよ。これ多分ですね、私たちが前回の規制でふざけた規制分になんか出してて補填しろみたいな、なんかぶち切れたじゃないですか。ぶち切れたんですけど、あの時のまあ、おそらく、まあ、コナミさん、まあ、ちょっと学習したんでしょうね。これ、そろそろこいつらの神経逆なでしたらまずいっていうね、ここに気づいた模様でして、あんまりふざけておりません、今回の規制分は。なので、伝説の規制分はあんまりなくなっちゃって、ちょっと悲しいんですけども、まあ、ちょっと見ていきましょう。まあ、ゴキュートさんもいいわ。多分ね、これね、新パック売れないんですよ。こいつがいることによってエクシーズモンスターがそもそもコキュートス抜けんのって言われて、いや抜けないけどって言われて、あじゃあ買うのやめるわってなってるから、新パックを売りたいという目的でコキュートスは禁止にしましょうっていうことだと思われます。はい、これは異常に遅かったと言っていいでしょう。そしてリミット1、からくり商人イナシチ、まあ、イナシチ自体はですね、まあ追加されたのは結構昔というか過去のパックなんですけど、カラクリ商人イナシチ以外にもカラクリはまあ初動がありましてですね、カラクリ商人イナシチでクナムザンを持ってくるっていうのが初動だったじゃないですか。クナムザンなんとですね、クナムザン出たの9月なんですよ。クナムザン出たのが9月でございまして、でイナシチが規制されたのがこれ11月末ということで、まあおよそ3ヶ月と、いうことですね。およそ3ヶ月の命といったところです。カラクリ自体はですね、まあ、おそらく純正カラクリはもうほぼ死亡、リスタートかなんかでイナシチ引いてきて初動を確保するっていうデッキだったんで、うん、純正カラクリはほぼ死亡と言っていいでしょう。ちなみに補填はありますかという話ですね。クナムザのために課金した方いっぱいいらっしゃるでしょう。補填はデュエルリンクスに関しては一切ありません。そうですよ、これがデュエルリンクスです。あるわけねえだろ。そうだ、どうやら理解しようだな。これがデュエルリンクスだ。賢者構築をね、誰かが作ってくれるまで、頑張って生きていきましょうね、カラクリの使いの皆さん。ちょっと、まあ、どうするか分かりません。明らかに弱体化しました。そして、リミット2ですね。リミット2。まあ、いろいろあるんですけども、まず、ブラックマジシャン。テーマ、ブラックマジシャンから、話していくと、まず、リミット2はイリュージョンがかかりまして、で、リミット3にですね、マジシャンズナビゲートと、マジシャンズロット、まあ、杖とナビゲートが追加されていますよということですね。で、まあ、リミット2に関しては、まあ、イリュージョン入れても入れなくてもなんか、多分なんとかなるかなっていう感じはあるんで、まあ、一応モンスターをね、ブラックマジシャンを増やせるっていう、まあ、効果があるんで、まあ、一応1話ぐらいあってもいいかなと思ってましたが、まあ、なくても多分回るんじゃないかなとは思います。ちょっと分かんないけど、だから狡猾とかをイリュージョン抜いて入れちゃって、なんか狡猾2枚積むみたいな、イリュージョンなし構築みたいなのもなんか、ありえそうな気はするんだよね。まあ、イリュージョン1、狡猾1とかもあると思うけど、全然。で、問題は、このリミット3の方なんですよ。ちょっと先にブラックマシャンやりますけど、主人公デッキなんですが、しっかりと今回規制がありましてですね、明らかに弱くなります。明らかに。マジシャンズロットのナビゲートがリミット3ってことは、これどっちも合わせて、3枚しか入れられないんですよ。だから例えばロット2枚のナビゲート1とか、ナビゲート2のロット1とか、まあ、もしくはナビゲート3でロット0とかね、いろいろ多分選択肢はあると思うんですけども、明らかに弱くなりますね。明らかに陣なしはさすがに俺弱いと思うんで、まあ、ブラックマジシャンに関してはロット2の陣が3枚の、
ナビゲート1枚で、まあ、例えばですけどブラックマジシャンを出す方法として、まあ、クロマジスのベールとか、あとそれからあれローブとか、それからまあカーテンとか、あと儀式軸、マジシャンオブカオスとか、そういう形になるんじゃないかなと思うんだよね、基本的には。ちょっとですね、やっぱナビゲートって1枚、1枚でっていうか、まあ、1枚で2枚出すみたいな感じじゃないですか、まあ、感覚的には。なんで、まあ、速攻できなくなるのはちょっと痛いかなと。で、まあ、ナビゲートの効果で墓地から除外すると魔法トラップ止めれるっていうね、効果があったので、これも強かったじゃないですか。だから、まあ、明らかに弱くはなりました、明らかに。ただ、まあ、完全に死んだかと言われると、まあ、自己率は上がるし、人ナビできる確率は下がりますけれども、多分ね、初動をね、まあ、なんとかすれば、私が最近気に入ってる芽吹く、ブラマジとかね、ああいうなんか初動を確保できれば、まあ、なんとかなりそうな気はする。ちょ、わかんないけど、やってみないと。はい。というわけで、ブラックマシャンはそんな感じです。弱くはなりましたと。でね、問題ですね。これに関しては。大きなね、大きな規制がありましてですね、皆さん、今まで、リミットレギュレーション発表になった時って、打天使の K とか、ネゴスの K っていうのをご存知ですか？打天使はもうほんと初動をもうぶっ潰されて全く動かなくなったっていうのと、あとネオスは初動カード5枚あったのに、なんか一気になんか2枚まで減らされたっていう、リューマ道とネオスフュージョンの話ですね、削られたんですけれども、今回ですね、新しくね、知らぬいの刑っていうね新しい刑罰が課せられましてですね、影物、ホムラガミ、宮塚さ、リミット2です。でですね、現状モノノベがリミット2なんで、なんとですね、知らぬい、影物、ホムラガミ、宮塚さ、モノノベ、これ全部リミット2です。すべてリミット2です。かなりきついです。純正めっちゃきついです。回んないんじゃないかな。ちょっとエアプランですけど、現状だとデッキ作ってないから、かなりきついと思う。ベンデットとかでなんか粘るみたいな手はなんかどうやらなんかありそうな気がしますけども、さすがにこれきついと思うな。ホムラガミ1のモノロベ1とか、モノロベ0でなんかホムラガミ1の影物1とか、なんかちょっとわかんないけど、とりあえず宮塚さとかは入れられなくなりますよね、多分ね。影物とかさすがに強いから、まあ、ホムラガミ1の影物1とかなんのかな、ちょっとわかんない。知らぬいはその1枚書道がなくなりますんで、1枚書道なくなるってやっぱかなり大きな規制なんですよね。はい。というわけで、知らぬい使いの皆さんほどお疲れ様でしたっていう感じですね。個人的にはですけども、これすごい個人の意見ですよ。正直環境に居座りすぎたじゃないですか、知らぬいって。だってこれ1年前とかですよ。なんか1年前にログインしていた人が、なんか久しぶりにログインして、あれ環境変わってねえじゃんって思ったっていう話が有名なんですけども、いよいよもうさすがに長生きすぎましたから、もういよいよちょっとお亡くなりになっていただいてね、成仏していただければなというふうに思っております。そしてクリストロンなんですが、打天使の刑、ネオスの刑、シラニーの刑っていうのが今のところあるんですけども、水晶の刑も仲間入りです。はい、水晶の刑も、実装になりました。ありがとうございます。ありがとうございますっていうか、まあ、水晶使いの人にとってはたまったもんじゃねえっていう話なんですけども、まあ辛いですよ。なんとですね、クリストロン、メインデッキのパーツがなんと5種類リミット2に入っております。今現状ね、リオン、クリストロンリオンと、あとクリストロンインパクトがリミット2なんですけども、そこにプラスしてクリストロンシトリーと、リサイクラーとジェネコンが、リミット2だということですね。これね、かわいそうなのは、純正の、ジェネクスデッキ を使っている方に本当に謝ってほしい。本当に全力で謝ってほしい。運営はプレイヤーは、まあ、基本的にその悪くないと思うんですよね。基本的には運営が悪いという方向で話を進めていいと思うんですけども、クリストロンめっちゃ辛いと思う、正直。まあ、純正は多分ほとんど無理なんじゃないかな。僕クリストロン全く使えないんで、ちょっとあんまりエアプランで分かんないですけども、マシンナーズとかと組み合わせたりとか、なんかサンドラクリストロンとか、あとサメの領域クリストロンとかは生き残れるかもしんないらしいよ。うん、ただし明らかに純正の今のクリストロンは弱体化して使えなくなるんですよね、確率に。ちなみに補填はありますかという話なんですが、何度も言ってるようにありません。うるせえ、新パック買えということですよ。つまりね、呼吸としてもなかったし、心拍買ってください。はい、ということで、こんな軽く進めていいのか分かんないけどね。で、ドラグニティですね、次。ドラグニティについて。ドラグニティなんですけれども、リミット2にセナーとかぶち込まれまして、やばいと思ったら、真相が、リミット解除に
なりました。まあ、一応ね、ドラグニティはあのセナートプラスドラグニティカード何かみたいな、組み合わせで、初動になっていたんで、まあ、リミットに、まあ、初動、まあ、1枚初動みたいなもんじゃないですか、これ実質なんで、まあ、これを、まあ、あの規制かけますよみたいな、あのモノロベみたいな感じですね。で、局所的ハリケーンと、リミットが被るんですよ、ドラグニティって。なんですけども、そこはね、まあね、なんとかなるんじゃないかなと個人的には思ってるんで、しかもなんか真相があの解除されたんで、あの初動カード自体はそこまであの少なくなったわけではないですよね、わけではない。なんでなんとかなりそうな気はする。ちょっと組んでみてなんですけども、ドラグニティは。でしかも今まで局所を使わないといけなかったその知らぬいデッキとかがちょっと弱くなるんで、あんまりいなくなっちゃうかなと。で召喚獣も今回あの後でやるんですけども、ちょっと弱くなるんで、だいぶですね、あの罠デッキが少し弱体化入ることによって、もしかしたら局所打たなくてもなんとかなるみたいな話もあるかもしれないんで、まあ、もしくはですね、あのドラグニティの必殺セナートなしっていう構築ももしかしたらあり得るかなぐらいの感じ。例えば調和の法殺を使ってあのファランクスとか捨ててでドゥクスを初動にするとかね、ああいうこともできるんで、あとコズミックサイクロンでなんかイクイップチェンジしてなんかデッキの中からあのなんか必要なカード掘ってくるってこともできるじゃないですか。だからまあなんとかなると思うね。局所ないのはまあ罠デッキに弱くはなるが、局所の代わりになんかあのコズミックとかギャラサイ入れるなり、まあ、もしくはセナート抜いて局所1セナート1みたいにするなり、なんとかなるとは思う多分。はい、でお次はですね、召喚魔術と融合準備について、アレイスターさんですね、リンクス、重犯罪法違反、もう実刑100年ぐらい食らっててもいいアレイスターさんっていうね、あの史上最強のモンスターがいるんですけども、あの人 と、リミットをかぶせますよと、召喚魔術と融合準備を、まあ、つまりですね、アレイスター2、召喚魔術1にするか、召喚魔術、2、アレイスター1にするかみたいな構築になるかなと。基本的にはで融合準備なしみたいな、ね、感じになるのかなと思います。でまあでもそこまでね、そのコキュートスが今回いなくなったんですけども、あのね、その要は根源である、その我々にとってのヘイトの根源である、そのプルガトリオ大先生っていうヤバすぎるモンスターいるでしょ、あれはいなくなってはないんですよね別に。プルガトリオ先生はまだいると。でドロー先生闇とかもまだあるんで、多分ね、そのもちろんその先行コキュートスで最強のブロックを作って、あの相手からの攻撃をもう受け止めるみたいな盤面はできなくはなるんだけども、とりあえず罠でめっちゃ妨害してドローセンス闇でアレイスター引いてきて炎属性巻き込んでプルが大先生出して、あの対戦相手もしたグッドグッドグッドっていう展開はなくならないと思います。結論、その最強ムーブがなくなってないと思うんですよ。だからめちゃくちゃ弱体化かと言われると、だから多分ね、まだ前ますね、まだ前ると思う。もちろんコズミックサイクロンとかをが飛んでくることは多分ないと思うんで、アレイスター、デッキから。だからそれはまあいいと思いますけど、多分ね、まだ生きてると思うんだよな。うん。まあ一応ね、サーチ手段が上がったんで、結構ライフ削る必要はあるかなと思いますけど、サーチ入れるためにね。はい。という感じですね。はい、まだ前る。で、お次はそのアサルトアーマーというね、最強カードなんですけども、これは妥当ですかね。現環境においては許容できる。まあ、その通りだと思います。私も。まあ、昔はですね、サイレントソードマンっていうね、めっちゃ強いモンスターがいて、で、沈黙の剣使ってクリボールも効かないでワンキューするみたいな、デッキがあったんですけども、まあ、今確かにそんなに、このインフレが進んでいる中、罠も強いしね、まあ、なんとかなるんじゃないかと思いますけども、なんだかんだこの2回攻撃できるっていう効果は結構強いんですよ、これ。なんで、多分、まあ、そこまでめちゃくちゃ暴れることはないけど、多分クソみたいなワンキルはワンキルデッキはできると思う。うん、こういうデッキは私の得意分野ではありますんで、また作っていきたいなというふうに考えております。多分クソみたいなデッキは増えるっていうのが結論で、リミット解除救いました。私は皆さん以前ですね、私いい加減リミット解除してほしいみたいな動画を出したのご存知ですか。そこでですね、ドンパと偵察者はいよいよ返してくれって言ったんですよ。帰ってきました。旧世系実況者の仕事しましたよね、私ね、これね。完全に救ったでしょ。多分ね、こんなのは別に、今解除したところで、まあ、何も起きないから多分大丈夫で。で、まあ、ドンパに関しては、まあ、もちろん強いですよ。局所入るようになるんで、旧型デッキに。局所 B とドンパ、ダイナー、グッド、グッド、グッドができるようになるんですけども、環境と比較したら別にそこまで強くはないと思うんで、その環境復権とまでは多分いかないと思うんですよね。うん、
多分ですけどね、これあのエアップ状態ですけど、だからまああのお帰りと言っていいんじゃないかなと思っております。はい、以上でございます。で今回スキルの修正がありませんので、でまあスキルを修正しまくってると本当はなんかリンクの意味なくなっちゃうから、OCG と変わんないよみたいな感じになっちゃうから、まああのスキル修正なしでいいのであればスキル修正なしがいい、ことだと思うんで、まあ、私はこれは賛成ですね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。もう本当にね、もう遅すぎたね、これに関しては。この遅すぎて埋葬、コキュートスに関しては本当なんで出したっていうレベルだったから、これは本当に反省してください。これは反省をしてください。実装5出した人ボーナスカットでお願いしますこの冬の。はい、というわけで、また次の動画でお会いしましょう。好き勝手言って本当に申し訳ございません。これからもデュエルリンクスを楽しんでいきましょう。とりあえずさ、新パックで強いカードを実装しよう。